皆さんこんにちは、一岡元気です。この前ですね、30万人達成記念ということで300実験 YouTube 生ライブやりました。1日でですね300実験をやりきるということをですね、皆さんの応援のおかげでですね達成することができました。本当にありがとうございます。全部見たいという方もいると思うんですけど、それにはね12時間かかりましたので、2分でね1実験やってもね10時間かかっちゃうわけですよ。1実験を5秒にして、そしたらね25分くらいでまとまりますのでね、300実験一気にご覧いただければと思います。皆さんおはようございます、一岡元気です。この前登録者30万人達成したということでね、たくさん実験をお見せしていきたいなと思います。でっかいの入れつつ、はい、ここに白菜をつけたらどうなるかっていうとね、緑色、紫色になってきました。ぷよぷよボール出てきた。これ芳香剤になってますよ。濃い粉が出てきました。水を吸収して固まりました。指先つけます。ミッキーされたようなスクラッチでしたら酵素がいっぱい入ってます。はいはい、これを入れます。思いっきり右腕だけパタパタしてください。右腕が短くなると。フレーザーまっすぐいっていますが、水が出てきて光がね曲がります。呼吸をするとどんどん伸びると思います。深呼吸ね、深呼吸してみてください。曲がります、曲がります、曲がります、曲がります。小指だけなかなか曲がんないです。親指上げます、上げます、上げれますね。薬指、これだけ上げてください。薬指できない。肘を顎につけてください。顎できない。片側全部つけて、こうアンモニアと塩酸がね隣に置いちゃいけないよって言われるね理由があるんです。近づけると煙が発生すると。非常にやっていこうかなと思います。何、石灰岩。うわー、なんかキラキラしてる。アンモニアですね。おお、あ、匂わない、全く。何のチャンネルか、汚れだけ綺麗に取れたのか、三葉虫の。まあね、あ、沈みます。はい、溶けます。1、はい、こちらの卵があります。ペーパー、塩水つけると、おお、今炙る。そうすると、あ、バーナーはね、バーナーは無理みたい。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ビー玉を落としてみようと思います。ビニール袋刺します。今日さぼれてきません。ジュースを入れます。すぐに外しちゃって、このまま出せーの。おー、炭酸によく蓋をします。おっぱー、塩酸溶液ね。ほら、入浴剤一粒入れます。めっちゃんこ、お家でやる場合、捨てる、閉めると、混んできたでしょ。OK、で、お、今日はね、元気先生、よし、あ、パチパチパチ。あ、どうでしょうか。できました。その中に入れます。1、さあ、来た。1、2、1、あー、早っ。じゃあ、来ました。来た、来た、来た。あー、やったー。やるとしてますね。妖怪煙実験見えるかな、なんか。うわー、3、2、そうですね、油に火が引火して、一気に引っ張って、待って熱くなる、つけて冷たくなる。入れます。
温度が凍りました。凍りました。こっちみたいですね。せーの、おお。これをかけると、レモンをかけます。はい、重曹もかけます。これね、こっちは、おお。来た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 。そうですよ、行きます。米がいっぱい入っております。どんどんこれを刺して、はい、おまあ洗剤もシャボン玉になりますよね。お、はい、おできました。おおー、浮いた。ほい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 。あー、丈夫。いきますよ。見える、食べましたね。ね、来た、来たよ。ね、たまにできますよね。はい、おー、をそのまま入れちゃうんですね。はい、せっかく、はい、なんですか。これで大きいシャボン玉、おお、もう二重シャボン玉みたいなね。はい、はい、そして、お、パパ軍事機みたい、こういう感じで二重とかね、三重みたいなシャボン玉ができますね。指とかも触ることができるみたいなね。で、反射して虹色に見えますね。お、おめでとう、30万人。これをね、逆さにすると、これすごい、できました。噴水ができる。生卵はすぐ止まってしまう。ゆで卵は回すとよく回る。はい、からこれが溶かされて色つけてあげると、こういう酢卵ができると。おお、泡立っていますね。じゃじゃん、砂糖の、ほらホワイトボードマーカーでこうやって書くと剥がれて泳げ。おお、これがこう何も動かないですね。洗剤をつけてあげると、ほら、ピコ、洗剤をつけておくと進むと。エタノール、あ、ちょっと動いた。水に浮かべると浮くだけですけど、こう重りとしてつけます。で、これで入れると、ほら、落ちました。ハンドパワー。ミルククラウンやってみましょうか。色がついたものでもやってみましょうか。こんな感じのね、お花みたいなとかね。なんだこれ、すごいね、グラファイト。うわ、段ボールの、あ、すごい。ポストイット、半分からこっちが糊の面、ここからこっちが糊じゃない面。ノートを白く見せるためにね、こういう白いものが混ぜられてたりするんで。そうね、これキモいですね。こんな感じですね。すごい長い、めっちゃ繊維が長いですね。どうなんだろう。なんでティッシュ入れたらどうなるのか。黄色くなって、そしてできます。雑巾を入れてほしいです。プラスチック。キモワイプです。すげえ、キモワイプ強い。はい、え、黒くなった。お、色が変わって、鉄粉に硫酸を入れます。濃硫酸とはあんまり反応がしない。希硫酸を入れると反応しました。エタノールを入れます。水入れてきます。水を入れると、ほら、面白。お、入れ始めたらよ、デロデロ。そうね、脱水されてる。ちょっと、うわ、綺麗、すごいね。お、タンポポ、タンポポの花粉来ました。おお、クローバー、マメ科のクローバー、花粉もマメっぽい。なんかすごい、何かゴツゴツしてる。これが僕の髪の毛。ああ、髪の毛ね、こういう感じでキューティクルが見えますね。ブリーチしていない髪の毛
あー、キューティクルが整ってて閉じてますね。白髪やっぱ弱ってるんだな。一つ一つのキューティクルの鱗みたいなところがギザギザしてる。火山灰、うわー、ガラスみたいなトゲトゲの、うわー、どれ動かしてほしいですか。これだけじゃ動かしますよ。え、捕まるこれ。あ、じゃあ綺麗な10円玉が一瞬でできた。爆発するんでしょうか。磁石が溶けてる。おー、一瞬で脱水されて炭になったかと思いきや透明になりましたね、パンはね。鉛筆やばい。だんだんと、おー、すごい。チョコレート溶けてる。熱で溶けてます。あー、熱くて。リンゴ爆発しそうになっております。お、結構勢いよく。バナナ置きなります。バイオ BB 弾入ります。来ました。リクエスト後でね、卵の白身を入れます。ニンヒトリンを入れます。はい、温めます。ニンヒドリン反応。うわ、苔すごい、グネグネ。これは、なんだこれ。ねえ、ダイヤモンド黒い。キュービックジルコネは白いですね。で、モアスタナイトはやっぱダイヤモンドよりはちょっと明るいですね。赤が見えました。1。うわぁ、何これ。そう、何重にも光がなってますね。単に LED が中にいっぱい並んでて、周りがミラーコートされてるだけ。あれ、青緑です。ねえ、銀が錆びた、錆びたやつ色ですね。すごい銀色。もうちょっと。おお、マジか。あ、メラーだった。あ、ティッシュよりはちゃんと燃えてくれますね。あ、綺麗。あ、綺麗。あ、花火。ここの酸素がチタンの方に行くので。お。おお。指1本で、どういう、どむき、頑張って強い。あ、そういうことですね。そう、どうやってもできない。今は2個あるような感じ。目を閉じると、なんか2本、2つの方に、うん、こっちの中に。あ、すげえ、ゾリゾリだ。あー、頑張ってますか。これ使ったら10万円あるんです。え、そうですね。あ、もう開けた。おお、よっしゃね。じゃあ押し付けてください。あ、半端に。え、俺が。お、あ、いける。ええー、すごい。じゃあ止めましょうか。大丈夫ですか。はい、じゃあここは切って。はい、じゃあ終わり。あ、おいしい。うん、あ、甘っ。え、甘っ、うん、ありがとうございます。クリーンさんです。ちゃんと 甘みが感じます。ほんと、うん、ありがとうございます。ブドウとかに入ってるやつですね。あ、でも俺いけます。リンゴさんいただきます。あ、はい、出た。え、で、ミラクルフルーツで酸っぱい液をもしかして。いきますよ。はい、はい、あー、600倍のあれが、600倍のあれが、なんかもう甘くないっす。え、やっぱ水苦いですよ。ちょっとよ、かなり。あっ、3、2、あっ、あっ、あっ、来ないです。ほら、で、通るんで、うん、おお、逃げてます。はい、あ、逃げてます。いきます。はい、うえー、あ、もうバグりましたね。これ四角いですよね。丸いです。丸いじゃないですか。え、丸くないですか。鏡に映ってるのに全然違う。痛いや、カプサイズ。そう、カプサイズです。あの、熱いですよね、多分。カプサイシン開けてしまった悲劇が。はい、回りました。これめっちゃ高い。600倍やばい。なんか美味しい。これめっちゃうまいですね。おー、きますね。あ、いってー。素晴らしい。ヒント強く、もっと強く。おー、おー、意外と。おー、え、すげえ。知らなかった。お、来た来た。紙が間に入っていて、それであの捨てないように文字が、ね、あの見えない魔法の筒を使うと、ああ、砂マヨ。すごい。うわ、ちょっと、ああ、もうちょっと細かく。
おお、はい、きれい。おお、きれいきれい。そしたらさらに低温で燃えるんですか。そうだよね。おお、きれいですね。おお、きれい。おお、すごい。いろいろ混ぜるのも。もう潰すときに光って見えるはず。おお、あ、一瞬光った。いきまーす。紫色で、はいはいはい、青い。このミックジルコニアはブラックライトを当てると色がね全く変わるんです。はい。あ、いや。すごいすごいすごい。もうこれ青っぽい。青っぽいですね。そしたらその色が出る。いや、あんまり出ないですね。濃いのが青くなりますね。そう、青くなる。それは大丈夫ですか。お、ちょっとオーロラ感入った。あ、すごい。おー、ちょっと入りますあ、おお、うわ、すげえ切れてる。うわ、マジか。うわ、お、やっぱ鉄は強い。大丈夫です。おお、これちょっと、そうですね、蒸し切れたわ。ジェットコースターみたいな、はい、光のジェットコースター。すごい、パパ使って決めみたいな感じ。おーおー、すげー。いや、やっぱ感じこの床が溶ける配合がうまいこと言ってれば、おーおー、っていうのが大事なので。あーしょっ、おっ、いきます。うわー、元気よす。あれ、全然割れない。おー、出たー。お、すごい。あんまり値段見ない。だって黄色なの。お、あ、すごい、なんか、あ、すごい、なんでおーい、エネルギーが入ってきた。あ、やっぱ取れます。おお、すごい。きね、予想しながら。お、みんなちっちゃくなってるというとこありますが、あ、浮かばない。どうなるんだ。お、ポン。おお、水を入れます。これどういうことかな、これよくわかんないけどね。ということですね。あげます。固まったまま。おはじに火をつけたらどうなるでしょうか。はいね、紙があります。透明マント、ほら、めっちゃ透明じゃないですか。透明になりました。曲げておきました。はい、バスコ除光液アロマオイル。何もなんない。割れないですね。オーパー、1、2、1ということで、入れると中のものが見えてきました。このろうそくを燃やします。そしてこれをかぶせたらどうなるでしょうか。電源を入れると塩素が発生して色がね、出てきます。おお、ちょっとね、全然ね、溶かりみたいなんですけど、強硫酸ナトリウムを与えてあげると透明になる。おお、炭酸ガスから長いホースを伝って、これ、おお、消えましたね。はい、目覚まし時計になると。あ、中華鍋意外と落としない。 A 液を入れます。で、 B 液を加えていき、炒めます。
磁石を見ることができる磁気シート。磁石がある部分が分かる。携帯も磁石がねあるところが分かります。おお、いきます。はい、かすみそう。あ、なんか儚い感じ。カーネーションね。あ、いい、いい。おお、お、入れます。バラバラにならない。お、バラバラにならす。発泡スチロールどうなるんでしょうか。中の空気が、あ、そうだね、ちっちゃくなっちゃって。で、ちょっと容量が、おお、ゴムがあります。伸ばしたまんまこの中に入れたらどうなるんでしょうか。こんな状態になりました。いきます。どうなるか。え、空気がね、液体になっちゃうんですね。絶対もうやってる気がするっすよね。はい、これね、液体酸素ですね。ほら、くっつきますね。いい感じ。水素いきます。液体にはなんないけど小さくはなるんですね。窒素を入れたらどうなるんですかね。だから入れたらほんのり液体窒素になるけど全部じゃないですね。ヘリウムガスね。おお、液体にはなってないですね。うん、ふわっふわっ。レタスバラバラになりました。いきます。めっちゃんこになりましたね。空のペットボトル。濡れたティッシュやって。濡れたティッシュ、濡れ、うん、ファイリセルチョコレート。おお、うん、口の中でとろけるとか。いきます。あ、やべえ、あった、変化あった。あんまり変化はって言ってる間に変化があった。炭酸の抜けた美味しいドリンク。濡れたティッシュどうなるでしょうか。じゃじゃん。あ、バラバラだ。超電導実験ですね。来ました。固まりましたね。来ました。こんな形で液体窒素の中に入れても刈り続けると液体窒素から出すと燃え尽きてしまいます。ここにコーラがあります。透明になりました。金色になりました。さあ、皆さんの色になるか。虹色に。要素入れたんですね。要素、要素、これを入れると要素がね還元されて透明になる。すごい疲れています。水ガラスがあります。洗剤が光る。ちょっと後ろ見せとこう。おお、洗剤が光ってる。おお、おお、はい、おお、お湯入れると90度のお湯に液体窒素を入れたらどうなるのか。はい、ということで、あ、300実験お疲れ様でした。ありがとうございます。行くことができました。はい、ということで、なんとかね、ギリギリ YouTube アーカイブ載せれるギリギリのところで300実験達成することができました。いや、常にね、1000人以上の方が見ていただいて本当に応援していただいてありがとうございます。これね、300実験やろうかなって決めた時はですね、30万人だし300実験やろうかっていう感じでね、勢いでとりあえずね、できるかどうかは考えず決めました。僕はこの前ですね、小学6年生の子供たちに向けてですね、朝のホームルームとかでね、授業をやりました。その時お伝えした言葉がありますので、ちょっと今ね、皆さんにもお見せしたいなと思います。僕はね、今までね、ずっと大切にしていた考えとしてはですね、一つはね、今やらなきゃいつやるの、林先生がね言う結構前から、これをね大切にしてやってきました。まあね、今日しかできないことがある、それをね今すぐやらないと、じゃあいつやるんだ、今やろうっていう気持ちでやってきました。あとね、人生楽しんだもの勝ちということでね、人生一度きりですからね、親にいろいろ言われて決めるんじゃなくてね、自分で考えていっていただければなと思います。あとですね、なるようになる。今回もね、300実験やるって決めてやればね、なるようになりました。
僕もね YouTube でね独立してやればねとりあえずなるようになりました。諦めなければ夢は叶うと思っていますのでね、僕もね小学校6年生からの夢はですね役者という夢でした。今ね YouTube やりながらね YouTube の中でね演じることもできますし、形は変わってもね叶える方法はたくさんありますから、好きなことでなんか一生懸命できない人がね、好きじゃないことで一生懸命できるわけがないと思いますので ね好きなことをやって一生懸命やって自分たちの夢を叶えていただければと思います。まあ僕ね実験しかあんまり求められていないと思ってるのでね、トークとかねあんまり動画配信はしてないんですけどね、今度ね機会があったら僕のね伝えたいことを伝える動画もこれからも作っていきたいと思います。これからね梅雨とかでねテンション上がらない日も多いかと思いますが、諦めずに夢に向かっていろいろ勉強して頑張っていただければと思います。僕もですねこれから今30万人達成して次40万人、そしていつかは100万人というところをね目指していきたいと思いますのでね、みんながワクワクするような実験上げていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。